はい、どうも佐久間優吾です。本日も人生に役立つ情報を一発撮り一発読みで配信していきます。人生に役立つ情報をほぼ毎日配信中ということで、早速本日のお題は、おみくじで凶が出ても二重線を消して大吉に書き換える、こちらを今から読んでいきたいと思います。吉凶を占ってもらおう。おみくじを引いてみた。残念なことに凶が出てしまった。不吉な予感がして不安が大きくなる場面でしょう。さて、こんな時あなたならどうしますか？大きなため息をついて終わりにしますか？おみくじの解説を読んで素直に反省する人もいるでしょう。しかしそれでは普通すぎてつまらない。人生に強い人はもっと大胆な行動に出ます。おみくじで凶が出ても二重線を消して大吉に書き換えるのです。それはマナー違反だ。そんなことすればおみくじの意味がないではないか。確かにそうかもしれませんが、ここで言いたいのはそのくらいの積極性です。おみくじでどんな結果が出ようと、将来がどうなるかまだ分かりません。自分の将来は自分で作っていくもの。悪い結果が出ても良い結果に変えるくらいの力強さが必要です。そういう手段がなければ、そういう手段に自分で作ってしまうくらいの意気込みも欲しいところ。おみくじを引いた後の使い方は自由です。常識や固定概念にとらわれず、新しい選択肢を作り出せる人が人生を切り開きます。どんな結果が出ようとプラスだけ考える心を持ちたい。何事も最初から良い結果になると考えましょう。うまくいかなくてもうまくいかせるくらいの意気込みが大切です。今日の格言。おみくじで凶が出ても二重線で消して大吉に書き換えるくらいの積極性を持つ。俺も今年大阪のエベスさんでおみくじ引いたんですけど、今日でしたね。久しぶりに今日引いたな。人生で2回目くらいかな、下手したら初めてかな、記憶にないくらい多分。うん、久しぶりに今日引いた。まあけど、そんなおみくじなんかで人生決められてたまるかっていう気持ちを元から持ってたので、その辺やっぱ積極的な心を持っていたんでしょうかね。うん、まあなんかよく大吉はもうてっぺんだからあとは下がってくるとか、今日は下から今度上がってくるとか言いますけど、うん、まあおみくじなんて関係ないですよ。うん、あんなのはね、神社のもただの商売、初めての商売、初めての商売、うん、よくわかんないけど、うん、あんなおみくじとかお守りとか中に木札原価10円くらいの、10円か10円もしないやつが100円とかで売れるんだから、うん、10倍の値段で、それ以上たまんないですね。うん、まあそんなものに惑わされず、自分で信じた道を貫いていきたいと思います。ということで、本日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とコメント、ツイッター、アメブロ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろやってますので、佐久間優吾か、ラスタ、RASTA1351 で検索してみてください。それでは今日はこの辺で。